はい、トムでーす。今日はアメリカの刑務所の囚人服についてお話ししましょうね。最近さ、あのアメリカの連続ドラマとかね、映画とか見てたら、よくオレンジ色のつなぎみたいのを着てるよね。つなぎってわかるかな？上から下までね、一つになってるやつ。これなんでかわかるかな？まあ、昔のさ、囚人服みたいなのはしましまだったかもしれないけど、ね、白黒白黒みたいな。これもね、一応つなぎみたいになってるの。これには大切な理由があります。実は、ベルトを使わせないということです。ベルトがだからないの。じゃあなんで、ベルトをつけるといけないのってことになると、これね、ベルトでね、首吊り自殺がね、すごくね、増えちゃうのよ。だから首吊り自殺をさせないためにつなぎにしてるんですね。そんな感じでした。シェアして友達にも教えてあげてね。フォローもよろしく。